長島茂雄をインビテーショナルセガサミーカップゴルフトーナメントは2005年から始まった日本ゴルフツアー機構の公認セガサミーグループの主催により北海道千歳市にあるザノースカントリーゴルフクラブで開催されている男子プロゴルフトーナメントである2021年現在賞金総額1億2000万円優勝賞金2400万円2020年大会は 新型コロナウイルス感染拡大の影響により大会中止となった。初日が雨の影響により中止3日間54ホール競技に短縮。北海道放送は次試合のサンクロネラクラシックも中継するため2試合続けてゴルフトーナメントを制作することになる。2009年2010年は最終日の模様を BS デジタル放送の BSTBS でも放送した。ただし3日目については、制作局の HBC は14時からの生放送。最終日は15時30分から全国28局ネットで録画中継している。2009年度は HBC からの裏送りによる1番ホールライブ観戦も放映された。 ABCDEF26 歳の日カ・和ズが、逆転で2勝目男子ゴルフ最終日、デイリースポーツ、2021年8月22日配信、同日閲覧、岩田博士が逆転で今季初勝利。22歳の今平州割にいゴルフダイジェストオンライン、2015年7月5日、閲覧、矢原秀人が、今季初優勝今平州割と、矢野東が3位。 ゴルフダイジェストオンライン2016年7月3日閲覧チャン・キムがツアー2勝目今平州我では3位日刊スポーツ2017年7月9日閲覧ケネリが5期ぶり3勝目今平藤本ら3位ゴルフダイジェストオンライン2019年7月8日閲覧セガソミーカップ54ホールに短縮スポーツ日本 HTTPS www スパニッキー COJP スポーツニュース2018 07 06記事 2018706S0004300089000CHTML 2018年7月8日閲覧石川遼初の2大会連続 V8 年ぶり賞金ランク1位日刊スポーツ2019年8月25日配信 同日閲覧、長島茂雄インビテーショナル、セガサミーカップゴールフトーナメント2020年、大会開催中止のお知らせセガサミーグループ、ヤジーティオ、ありがとうございます。